ギロチン。ギロチンとは、2本の柱の間に吊るした刃を落とし、柱の間に寝かせた罪人の首を切断する、残首刑の執行装置。フランス革命において受刑者の苦痛を和らげる人道目的で採用され、以後フランスでは1792年から1981年まで使用された。弾頭台、男手台とも呼ばれるが、これらはより正確に言えば、 残首刑の執行の際に用いられる大前般を指し、ギロチンに限らない。またギロチンのような残守装置の原型は十三世紀のヨーロッパにはすでに存在した。フランスではギロチンが採用される以前、平民は公主刑が適用されることになっており、残首刑は貴族階級に対してのみ執行された。当時の残首には斧や刀が使われていたが、 死刑執行人が未熟な場合には一撃で斬首できず、囚人の首に何度も切りつけるなど残酷な光景が展開され、受刑者に多大な苦痛を与えることも多く、一方で熟練した技量の高い死刑執行人を雇うことができる受刑者は裕福なものに限られた。1 7 8八年、革命前の不穏な雰囲気の中、車先の刑の公開処刑の場で民衆が無実を叫ぶ、 死刑囚に同調して、これを逃がし、処刑台を破壊するという事件が起こり、死刑執行人の職務に対する忌避のタブーが破られた。これをきっかけとして車先の刑は廃止されることとなり、残酷な刑に代わり苦痛を伴わない処刑法を求める流れが起こっていた。フランス革命勃発後、内会で憲法制定国民議会議員だったジョゼフ・ディオタンは、受刑者に無駄な苦痛を与えず、 しかも身分や貧富に関係せずに名誉ある残首の刑が適用できる単なる機械装置の作用によって人道的な処刑を行うよう議会で提案した。ギヨタンの提案は初め嘲笑をもって迎えられたが彼の再度の提案と説得によりその案が採択されギロチンは1792年4月25日に議会で正式に処刑道具として認められた。これは 従来の処刑器よりも苦痛を与えないとされた。設計の依頼を受けたのは、外科アカデミーの秘書であった、外科医、アントワー・ヌルイであった。彼は、それ以前から存在した、スコッチ・メーデンやハリュファックス弾頭台などの各地の首切り装置を研究し、刃を三日月型にし、死刑囚の首を板で固定するなどの改良を加えた弾頭台を設計した。 試作品の制作は、ドイツのハープシコード製作者、トビアス・シュミットが言った。弾頭台の設計図を見た、ルイ16世が、葉を三日月型ではなく斜めの形状にすればどんな、太さの首でも切断できると提案しその通りに、改良されたという説があるが、シュミットの公案であるという説もある。ともかく、ギロチンは、前高は、約5メートルほどで、首を挟む場所は、 地面から37センチメートルほどの高さにあり、ギロチンは4メートルの高さから40キログラムの刃が自由落下することによって首を切断する装置であった。なお、首と同時に両手首も切り落とす形状のものも存在する。詳細は下記。装置の正式な名称は、ボワド・ジュスティス、正義の柱の意と言ったが、当初は設計者のアントワーヌ・ルイの名前をとって、ルイゾン。 あるいはその女性系のルイ・ゼットの愛称で呼ばれていた。しかしこの装置の人道性と平等性を大いに喧伝したギヨタンの方が有名になり、ギヨタン博士の装置、子供の意味であるギヨティーヌという呼び名が定着した。ギロチンはその英語読みであるギロティーンが生まったものである。ギヨタン博士はこの不名誉な名称に強く抗議したが、以後も改められることはなかったので、 家族は性を変えた。国王類十六世や王妃マリー・アントワネットも、他の平民受刑者と同様にこれによって処刑された。また、革命の大建物、ジョルジュ・ダントン、恐怖政治を主導したマクシミリアンド・ベスピエールや、受刑者を、ギロチン大に送り続けたケンジ・フーキエイコール・タンビルも、最後はギロチンで斬首された。このように、フランスの恐怖政治で、べての党派を、 次々と飲み込み処刑した状況は、当時の人々によって、ギロチンの王とと呼ばれた。ルイ十六世の首を跳ねたギロチンの刃は、死刑執行人のシャルル・アンリ・サンソンが大切に保管していたと回想録に書かれているが、後に、サンソン家最後の死刑執行人である、アンリ・クレマン・サンソンが、浪費による借金のために牢獄に入れられ、三千八百。 フランスフランの借金返済のために仕入れしてしまった。死刑執行命令を受けたサンソンはギロチンを出入りしてしまったことを法務大臣に話して3800フランスフランの現金を支給され、ギロチンを買い戻して死刑を執行した。しかし、アンリクレマン・サンソンは、この直後に責任を取らされて死刑執行人を罷免された。この当時のフランスの制度では、ギロチンは 死刑執行人の私有財産であり、公共財産ではない。そのためサンソンは横領罪に問われることはなかった。一度、室から出されたギロチンは、再度売られたという。サンソンが売り払ったギロチンは交流のあったイギリス人の手に渡り、現在は、イギリスのマダムタッソー館に、マリー・アントワネットやサンソンの老人形と一緒に展示され、説明書きに由来が記されている。 ギロチンの開発に関しては、シャルル・アンリ・サンソンの回想録に詳細な記述が残されているが、1791年6月3日に、立法院で刑法第3条が改定され、死刑の方法は残首のみになった直後に、サンソンが法務大臣に残首の難しさと問題点について意見書を提出した。これには、残守は非常に難しく、全員を残守することは、 難しいと記されていた。この意見書は、法務大臣から国会に提出され、アントワーヌ・ルイに残首の研究を依頼したことが開発の始まりであった。サンソン改装録によると、この時に、サンソン、ルイ、ルイ16世の3人で、非公式に検討会が開かれたという、この時に、ルイ16世が、葉を直角三角形の上下のような斜めの形にする。 ことを提案したと記されているが、これには異説もある。1792年3月17日に、ルイから国会に報告書が提出され、国会はこれを採択した。試作品が制作されることになり、サンソンが知り合いのチェンバロ製造業者であるトビアス・シュミットに960リーブルで発注した。当時の一般市民の平均年収が400リーブル強だったと言われている。 シュミット工房はこれ以降、フランス主刑執行人の元締めであるサンソンとの関係から、ギロチンの製造独占権を得て、フランスだけでなく、ドイツなどの周辺諸国にも輸出するギロチン、独占製造メーカーとなる。しかし、ギロチンは、楽器製造の副業として製造されていた。同年4月17日に、ビセトル監獄の中庭で、ルイ博士、ギヨタンのほか、ピネル、 カバニスという二人の医者の立ち会いのもと、三体の死体を使って、ギロチンの実験が行われた。死刑執行人は、アンリ・サンソンである。ルイ博士は当初は、半円月の葉を提案していたため、七目人と半月人の二種類の葉が使用された。結果、七目人を使った二体は、残首に成功したが、半月人を使った一体は、残首に失敗した。こうして、 斜めの刃が採用されることとなった。その8日後の4月25日、フランス史上初のギロチン処刑が行われた。受刑者はという窃盗犯で、前年10月にひったくりをしようとして抵抗され、棒で被害者を殴ったため1月24日に死刑判決を受けていた。司法当局はペルティエを新しい死刑具であるギロチン処刑の第一号とすべく、 ギロチンが完成するまで3ヶ月間、その処刑を延期していたのである。処刑当日、ベルサイユ死刑囚解放事件の再現を恐れた、当局によって公開ギロチン処刑場には、通常より多めの警護兵が配置されたが、群衆は騒ぎ立てることはなかった。むしろあっけないほどの斬首の速さに、不満を漏らす観客が多かった。 1793年6月13日にギロチンを各県に1台ずつ配置することが政令で決定した当時のフランスの行政区分に従い83台のギロチンがシュミットに1台812リーブルで発注された。この時に熾烈なギロチン受注の利権争いが発生したが、サンソンとルイの後ろ盾によりシュミットの独占権が守られた。 その後も改良型ギロチンを売り込む業者やダンピング、政治活動によってギロチン利権を得ようとする業者は後を絶たなかったが、シュミット工房が最後まで独占権を守り続けた。ギロチンは人間の背丈よりも高い台の上に設置され、周りからよく見えるようになっていた。百九十二年に助手を務めていたシャルル・アンリの次男ガブリエル・サンソンがこの台から 転落死するという事故が起きた。これ以降は周りに手すりがつくようになった。1870年にアドルフ・クレミューが法務大臣就任後にギロチンを台座から外し、地面に直接置くように命令し、新しいギロチンを制作させた。この精霊に新聞記者たちは一斉に抗議し、パリ市民は怒り、我々は豚のように地面に這いつくばって死ぬことを拒否する。 ユダヤ人から人間としての誇りを取り戻せなどとする、憤慨の声が上がった、クレミューは、ユダヤ人であった。サラシュ系でもあった、公主系とは違い、苦しむことなく首をはねられる、斬首系は、本来貴族にのみ許された名誉系であった。ギロチンは、この名誉ある斬首を、甘ねく平民階級にも与える、人道的で名誉なものとみなされていたのである。 1871年4月に地面に置かれた新しいギロチンを使用した公開処刑がボルテール広場で初めて行われようとしたがパリコミューンはこの処刑に怒り狂いギロチンを焼き打ちし破壊したこの時死刑執行人だったニコラ・ロシュはムッシュド・パリに就任してからの初仕事であったギロチンが破壊されたため1872年に 新しく法務大臣に就任したは、新しいギロチンの製作を命じた。死刑執行人助手のアルフォンス・レオン・ベルジェが改良を行い、新しい2台のギロチンが製作され、死刑廃止までこの形式のギロチンが使用された。ドイツでは、フランスのギロチンをもとに改良型が作られた。主な改良点は、柱が金属製となり、 死刑囚を拘束するための可動式の台が設けられたことである。ドイツのギロチンはフランス式より小型で二百三十センチメートルの高さから落下させる。そのため落下口は二百六十センチほどしかない。フランス革命当時のギロチンは固定設置式ではなく組み立て運搬式だった。ギロチンは使用しない時は死刑執行人の家に分解した状態で収納されており、 死刑を行う通達を受けると死刑執行人の女子たちが指定された場所へ運び込んで組み立てていた死刑執行が終わると再び分解して収納するのが普通だった当時は公開処刑であり裁判所の判決次第で死刑を実施する場所が変わったため死刑執行人は毎回違う場所へギロチンを搬入する必要があったあとにソビエト連邦では 馬車の荷台に据え付けたような形の移動式ギロチンが作られ各地を巡回して全土を処刑場を溶かした。さらに後年にはトラックの荷台に据え付けた自走式ギロチンというものまで作られている。シュミット工房のギロチンはフランスの植民地にも輸出され、インドシナの植民地がフランスから独立した後も使用され続けたことがあり。 第一次インドシナ戦争当時やベトナム戦争当時の南ベトナムで使用されている。ベトコンのゲリラがギロチンで処刑されているという話はここから来ている。なお、シュミット工房は2009年現在もフランスでバイオリンやピアノの製造を行いながら存続している。ギロチンが登場するまでフランスには160人の死刑執行人と3400人の 女手が存在していた。これが、ギロチンの導入後は減少の一途をたどり、1870年11月には、一人の執行人と五人の女手が、フランス全土の処刑を一手に担うようになった。フランスでは、総裁政府機から、平時の死刑制度を廃止していたが、復興制で再開された。古くから、処刑は公開して民衆への警告とすべきとする。 警報思想があり、かつては公開処刑が広く行われた。第二次世界大戦直前の1939年まで、フランスでもギロチンによる公開処刑が行われていた。しかし人権意識の高まりから、その後は積極的に目立った場所を避けて、刑務所の門前で早朝に実施するようになり、広場などで白昼堂々と行うことはなくなっていた。 1939年6月17日に、ジュールイコール、アンディ・デフルノーによって、パーセールズで行われたドイツ出身の殺人犯、オイゲン・バイトマンの死刑執行が、最後の公開処刑となった。この処刑は盗撮され、映画館で公開された。これに問題を感じた、法務省は、以降の死刑執行を非公開に切り替えることになる。そのため、これがフランスにおいて、 唯一映像に記録されたギロチンによる処刑映像となった。BC 政権下では、レジスタンスのビラを配っただけで、ギロチン処刑された者がいた。また、打退罪で逮捕裁判され、死刑判決を受けて1943年に処刑されたもいた。ギロチンは一見残酷なイメージだが、導入の経緯及び公主刑との比較から、 欧州ではむしろ人道的な死刑装置と位置づけられており、使用されなくなったのは比較的近年のことである。フランスでは死刑制度自体が廃止される1981年9月までギロチンが現役で稼働していた。フランスで最後にギロチンによって処刑されたのは女性を殺害した罪に問われたハミダ・ジャンデビというチュニジア人労働者であり、 1977年9月10日に、フランス最後の死刑執行人、ムッシュド・パリであるマルセル・シュバリエによって刑が執行された。これが、フランスで、ギロチンが公式に使用された最後の例である。アルジェリアやベトナムなどフランスの植民地でも使用されていた。ドイツ帝国、1871年から1918年で1872年に、 改良型のギロチンが採用されて以来、バイマル共和制、1919年から1933年や、ナチスドイツを経て、西ドイツで死刑制度が廃止されるまで使用され続けた。特に、ナチスドイツ時代の1933年の1945年に、かけては16,500人がギロチンにかけられ、史上最多を極めた。その中には、 白バラ抵抗運動のゾフィー・ショルやハンス・ショルラ政治犯も多人数含まれている。ナチス政権下においては、ヨハン・ライ・ヒハートという執行人によって2948件のギロチン処刑が執行されているが、これは1870年から1977年までのフランスでの処刑件数よりも多いという。皮肉にも3000人近い人間に、 死刑命令を出したナチス公館は戦後に先犯としてライヒハートによって処刑されている。西ドイツになってから1949年に死刑制度が廃止されるまで使用され続けた。東ドイツでもギロチンが使用されていたことが報告されていたが1970年代には廃止されたとみられる。なお、同国は1987年に死刑を廃止した。 フランス革命の時代にフランスに併合されるとフランス領としてフランスの法律によるギロチンによる死刑が制定され独立後も1977年9月10日に行われた最後の死刑執行まで使用され続けた現在ではヘントにあるフランドル博の城にギロチンが展示されている1900年以降になってギロチンを導入したそれ以前は斧による 残死刑が行われていた。しかし、1910年11月23日に行われたヨハン・アルフレッド・アンデの死刑が唯一の死刑となったため、スウェーデンではたった一度しか使われなかった。ベトナムでも、フランスの植民地とされた時代から1975年まで、ベトナム共和国、南ベトナムで、ギロチンが使用されていた。 1908年のハノイ投げ毒事件で13人がギロチンで処刑、さらし首にされた。日本では刑法制定後は原則として公主刑に限定されたが、1930年代から1945年までナチスドイツの影響を受けてギロチンに基づく残首刑の導入が検討された。フランスでのギロチン廃止前1970年代のギロチン処刑の手順である。 だいたい、二十分以内に終わるとされる。死刑執行の日の午前四時ぐらいに、処刑する者の独房に、立ち会い者が向かい、検察官が恩者が却下されたことを告げる。立ち会うのは、検察官、弁護士、教会士、刑務官、死刑執行人、死刑執行人の助手である。衣装を書く時間が少し与えられる。そして、手を後ろに縛り、足を具で固定し、 抵抗できないようにする。襟と髪をハサミで切る。その間、ラム酒を飲ませ、タバコを喫煙させる。カーテンが開かれ、助手によって死刑囚はギロチンの前の台に押し倒され、首を固定させられる。死刑執行人のボタンでギロチンが落とされる。ギロチンは痛みを感じさせる暇もないほどの拘束で、残暑を行い、即死させることを目的にした処刑道具である。 しかし、心停止が行われても十数秒前後は、意識が保たれているように、残首後の、ごくわずかな時間、頭部だけの状態で意識が保たれているのでは、ないかという説がある。残首後の意識についてはいくつか報告が残されている。ものの、その多くは、出典が怪しい。例えば科学者のアントワーヌ・ラボアジエは、自身が、フランス革命で処刑されることになったとき、 処刑後の人に意識があるのかを確かめるため、周囲の人間に、残首後、可能な限り、瞬きを続けると宣言し、実際に瞬きを行ったと言われている。しかしながら当時、流れ作業で行われたラボアジエの処刑に立ち会った、目撃者の記述に、そのような逸話は書かれておらず、1990年以降、暴流博士の報告をもとに作られた、都市伝説と考えられる。 同様に斬首後のシャルロット・コルデーの方を死刑執行人のシャルル・アンリ・サンソンの助手が殴ったとき、彼女の顔は紅潮しめは怒りの眼差しを向けたという逸話がある。しかし、処刑時すでに夕方だったことから夕日が照り返したため、あるいは血がついたためそのように見えたに過ぎないとも言われ、伝説の一を出ない。具体的に斬首後の意識を確認した実験としては、 1905年に、防流博士が論文として報告したものが挙げられる。1905年6月28日午前5時半に、アンディラン・ギーユ死刑囚がロアレで処刑される際、事前に呼びかけに対して、瞬きをするよう依頼したところ、残首後数秒経って医師が呼びかけると、数秒を目を開けて、医師を直視し閉じた。二度目の呼びかけには応じたが、三度目以降は、目が開かれなかったという。 しかし、こういった報告は、筋肉の痙攣によるものとされており、残首の瞬間に血圧が変化し、意識を失うので、意図的に瞬きをするのは、不可能というのが通説である。フランスでは1956年に、議会の依頼によって、セギュレ博士が実験を行っている。この実験では、動向反応と条件反射を確認したが、残後1 5分は、 反応があったとする報告を行っている。意識の有無については確認手段がないため不明のままであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。